カルリーニョスコとカルロス・アンドラージ・ソーザは、ブラジルのサッカー選手。元ブラジル代表。ポジションは DF。サントス FC の下部組織出身で、トップチームに昇格し選手となった。2008年8月に契約満了を迎えるため、同年6月に3年契約を更新し、6ヶ月のレンタル移籍で、クルゼーロ EC に移籍。 2009年1月にはミラソー FC に5ヶ月のレンタル移籍をした。同年には40万レアルでブラサ FC という代理人のクラブに移籍。12月には1年契約で e c んとアンドレにレンタル移籍の形で出された。2010年5月に3年契約でフルミネンセ FC に加入。2015年にサンパウロ FC に移籍。2017年には SC インテルナショナルに所属した。2006年にスイス代表との親善試合の際にブラジル代表初招集を受けたが出場はならなかった。2012年にスーペルクラシコでラスアメリカスのブラジル代表メンバーに選ばれ6年ぶりの招集を受けると11月21日に行われた同敗アルゼンチン代表戦で代表初出場を飾った。ありがとうございます。